吉田さんあのなんかこうなんて言いますかねなんか自分を信じるっていうじゃないですかなんか自分を信じるってなんかこうきれい事でも何でもなくって例えば自分がピンチの時にねそっから諦めずに脱出して状況を打開したそんな覚悟があったら自分を信じることできるんじゃないかなと思うんですよまあ例えばね あの借金を200万300万抱えて自己破産したりとかまあ首くっちゃう人って現実いると思うんですよねでも私はそういう人にはそういう人の苦しみがあったのかもしれませんけども私はねやっぱり自分を信じるっていうことを今なら言えるのは3,000万以上の借金を作ったところからでも短期間で復活して今は金銭的な自由を手に入れてるだから借金3,000万4,000万ぐらいだったらまあ そっからななら自分は脱出しててるるだろうなってことを信じてるんですよまた精神の戦いでもねどんなピンチで惨めな意味になっても這いつくばって船底から這い上がるような精神力が自分にあるなってことを今までの人生で体験してるとなんかこれから起きるトラブルとかもねなんか全然ビビらないっていうかね大抵の方がビビって消滅しているところを、まあ、私はねなんかこう片手間で登っていけるんだろうなと思うんですよ。これ余裕かましてででもなんでもななくって今まで どんなピンチをこなしてきたかとかどんなことをね危機だと思ってきたかにもよるんですよ私は自分の人生に困難や危機とかピンチとか努力は全くなかったと思ってるんですよねそのぐらい強がってる面もありますけども大した難問はなかったし人間でで悩まされることもなかったですね、まあ、安っぽくね人間関係が難いしいとかね、うん、自分にもいろんな人に裏切られた過去があるとかねそんなことを言うつもりはないんですよ あの全ては自分の力量が足りずに必然的に起きたことであるしどんなことがあっても自分の、ね、力量がなかったからそうなっちゃったと思っててあの特にねピンチの状況がいたわけででもないんですよね自分がただそれを裁けなかっただけ甘く見ていただけだというふうに私は思うんで、えー、もうねどうしようもないような袋工事みたいなのは別になかったかなと思うんですよね結局そういうのをこなしてきて今にいますからね。 だからこれから多くの人がビビって震え上がるようなピンチでも多分私はね、まあ、この程度でしょって感じでやっていけると思うんですよそれがだから私は自分を信じてるってことかなと思うんですよで周りにいる人も久保さんならやってくれるだろうっていうふうに多分ねいつも期待してくれ信じてくれてるんじゃないかなと思いますねで実際そうなってると思うんでだから私が今みたいな暮らしを送ってることを何ですかね麻雀店 の頃から付き合ってくれてる人は、ものすごく頼もしく思ってくれて、ついてきてくれてるんじゃないかなと思うんですよね。だからね、ここ何年かでね、私と知り合った人って、もう完全に最初っから、あの、なんか出来上がった人富裕層とかね、もう隠居なんですよ。最初っから隠居。でもそんなことないですからね。隠居っていうのはあくまでブランディングで名乗り始めて、後から隠居の風格がついてきただけなんですよね。もうね、うん、ほんとビジネスビジネスでしたからね。まあでも、 自分に負けないっていうかねあの自分の人生ごときは使いこなしていかないと自分の人生ごときは他人の人生はねちょっとね操作はしえないと思いますけども自分の人生ごときはねやれるでしょってことですねいってらっしゃい。